はい、皆さんのテントモです。有心ゲージの実況となります。今回こちらのアリーナをねやっていきたいと思います。今週はね本気を出しております。はい、先週までは最終日ね初めてダイヤを割った感じ で忘れる日もあったんですけど、今週はね毎日しっかりダイヤを割って、なので計6×3 の18戦やって18戦全勝でございます。しっかりね勝てる相手と戦っております。はい、というわけで今日もねとりあえずね全勝を目指して、戦っていくんですけども、はい、コンセプトとしましては、はい、こちらのねユニコーンガンダム NTD 特集となっております。まあ、NTD をね試運転させていこうかなと、このアリーナでまだそんなに使ってないので、はいね、この NTD どんな感じなのかっていうのを、まあ、動画でお見せすることができたらなと、まあ、DPS とか、ね、実際に活躍するのかどうかっていうのをね、はい、で防衛は今ねこんな感じにしてるんですけども、まあ、大体このメンツで挑んでいこうかなと。あとはガンダムマーク2を、ビクトリーと入れ替える感じかな。ビクトリーがね、まだカスタム4で、他はね、全部カスタム5にしております。まあ、比べやすくね、ちょうどカスタム5に統一しております。で、ガンダムマーク2も、カスタム5にしたので、ただ防衛はビクトリーの方がいいかなって感じで、なので、ビクトリーかマーク2かって感じで、基本はこのメンツで、行こうかなと。あとはまあ緑ガンダム、まあ、あれもまだカスタム4なんですよね。あとは松永もまだカスタム4ですね。この辺から使える機体って言ったら、でオルテガキもねちょっと強化し始めたんですけど、まだカスタム4ですね。あとはレベルもねちょっと足りてないので、あれは出せない、出せるのはそうね、この6体と、あとはガンダムマーク2、あとは緑ガンダム、ワンチャン松永ぐらいですかね。はい、それでは早速戦っていきましょう。とりあえずね更新をして、同じ3桁、今僕178、ね、3桁の相手と戦うようにしております。今は昨日は、そうしました。なかなかねこの更新がすごい時間がかかるんですけど、とりあえず3桁、まあ、2桁は怖いよね。いつ来るのか。だんだんね、順位が上がってるんですよね。1000か。1000でも強いな。今僕でも80万戦力超えてるので、まあ、70万台なら勝てるかなと。とにかくね、勝てる相手と、ね。まだまだ初心者アリーナなので、初心者でもここまでいけるんだぞっていうのをお見せできたらなと。ね、まだそんなに戦略性っていうのが、ない感じではあるので、はい、基本的なことさえできていればね全然勝てろー。きた。じゃあこの辺と戦っていきましょうか。 NTD 特集として、ね、NTD をとにかく輝かせたいと。はい、ではまあ一番上でいいですかね。戦力10万ぐらい、10万以上開きがありますので、はい、あ、攻撃はこんな感じ、はい、になってます。行きましょう。相手は緑が多いから、僕ね赤属性が少ないんですよね。ナラティブしか育成できておりません。さあこうやって確認をしていきます。おお、あ、ここだけ不利。全部有利をね取っていきましょう。どうしようかな。緑多いので、ナラティブ。ナラティブここか。で、なるほど。ゼフィーは相手のナラティブ。で、あとは有利は取れないんですね。なるほど。あ、取れる。ガンダムか。ガンダム、ナイチン、ユニー、NTD どうしようかな。そうね、 NTD マーク2、でもマーク2緑弱い。マーク2ユニコーンいけるか。
うん、そうしよう。はい、こうか。違う違う違う、こうだ。はい、これで行こうかな。うん、まあ戦力差あるからね。ちょっとマーク2に一抹の不安は対ユニコーンにね、一抹の不安はありますけど、まあ、戦闘力勝ってるので行きましょう。こいつは久々に骨のある。皆さんすごいかっこいいね。さあ3倍でお届けしております。さあ DPS 今んとこユニコーン NTD トップですよね。こいつこれ以上やらせるか。 NTD ゼフィランサスでナイチンゲルね、トップスコアラーなりました NTD。 早速昨日戦争なんだ、かっこいいなめちゃめちゃかっこいいね。あの共闘だとナイチンの方がね上回っていたんですけど、早速 NTD、 おおかっこいいね。アムロ乗せております。はい、よしいいぞ NTD ね、 DPS 出していきましょう。はいね、火力がどれぐらい出るかっていうのを検証したいっていうのもありますので、はい、では更新再び3桁来い。お、来た。お、お、同じ。強え。強えな。強いな。しかも、ね、一番低い総戦力82万も、エンプティがある状態で82万って怖いですね。うん。この5機体が強いってことですもんね。今週はね、格上に挑むとかそういうコンセプトではないので、全勝を目指している。初の全勝を成し遂げたいので、やめます。あ、これの81万いきますか。うん。これいきましょう。まあ、でもほとんど同じか。怖いな。勝利の栄光を君に。なるほど。どうしよう。行くが、負ける戦力同じぐらい。若干こっち、2万上。2万上。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。何か、なるほど。そう、どうしよう。まあ、前か。これで、行きましょう。いい勝負になるかもしれない。あれ？相手なんか総戦力上回ってね？なんかすごい90万とか。あれ？あれ？僕押し間違えた？あれあれ？あれ？ちょっと待って。はい、今ね、ちょっと、ね、一旦ね、録画止めてね、確認してみたんですけど、なるほど。一回防衛画面映って、戻ってきたら、切り替わるんですね。なんか順位も戦意の方で、戦意なのに、戦力がさっきよりもすごい高くなってる。厳しいな。どうしよう。やらかした。全勝むずいかな。戦力ゲーですよね、基本的に。まずい。全部余裕で勝っていきたかったのに。くそー、強い相手を選択してしまった。じゃあ、下克上いきますか。下克上。順位はこっちの方が一応上だけど、関係ない。戦力が相手の方が上だ。しっかり有利を取っていかないと負けるね。どう。まあ、ナイチン、ゼフィランサスか。あ、こうだな。はい。ユニコーンでリガゼを潰す。どうしよう。ゼフィの強さを生かさないと。あ、相手緑が2体いるから、どっちかマーク2にしないといけないのか。黄色、紫にぶつける相手。ナイチンのそばに置くか。横のゼフィランサス怖いけど、まあ全滅しないで勝てばいいんだよね。うん、はい。くそ、ナイチン、有利取るけど向こうも有利なんだよね。でもゼフィランサスダメだ。ゼフィランサスが不利になる。こうか。
これでいくか。はい、 NTD 特集なんだけど、結構真剣な真剣なアリーナ特集になってる。ではこれでいきましょう。はい、いきます。大丈夫かな、怖い。初めて戦力上の相手と戦うぞ。ではガンダムファイト、レディーゴー。やれるとは言えない、やれるとは言えない、確かに。おっとちょっと待って、厳しい。欲しかったのはこういう力なんだ。 HP っていうかね、いや戦力値こっちの方がやられてる。 NTD どう？ NTD トップだよね、 DPS 多分。あー厳しかったか、全勝全勝。あーそうやらかした。戦いくそ、なんで防衛設定いっちゃったんだ。まあでもユニコーン一番ダメージ出してましたよね。うん、すごいすごいすごい、3万ね。相手のナイチンと同じぐらいいい勝負、いい勝負してます。はい、いやーめちゃめちゃダメージ出せますねユニコーン。うん、多分お相手さんね、僕よりもカスタム具合も上でしょうし、レベルも当然上なので、まあしゃあないんですけど、まあでも結構頑張ったかなと。うん、想定外でしたけど。くそ、全勝は来週か、切り替えを今週はもう NTD をとにかく活躍させるアリーナにしたいと思います。いやすごい、3万出せました。ゼフィーよりも全然出せてますね。まあ有利取れてたからか。うん、はい、まあ、一応ランキングちょろっと上がった。くそ、防衛に戻ったら切り替わるのやめてほしいね。はい、あーどうしよう、もうここで行くか。でももうちょっと高い高い人、あーでもうーん900980、もうちょっと高い、もうどうせなら強い相手と結構同じぐらいの戦力と戦いたいね。よし、うわ90万無理90万無理、すごいみんなソロもなく持ってる、やばいやばい。80、さっきの方が89でしょ。うん、もう切り替えよう、全勝はもういいや。まあアリーナコインね、欲しいけど、うん、どこまでやれるかっていうのね。戦力60万には普通に勝ってしまうので、これいきましょう。はい、ちょっと待って、あ戻ったらダメなんだ。うもういいか、なんか何色、緑が多かった。でも赤ね少ないんだよね。行こう、青が多いのか、あ緑か、ああじゃああマーク2を、マーク2をビクトリーにした方が良かったかな。まあいい、どうしよう。なるほど、相手のマーク2が強そう。うん、あーこっちのマーク2不利なのか、あジムにしようか。ゼフィー、あーゼフィーが不利になる、いや厳しいね。あーじゃあこうか、はいこれで OK よし、これでいけるはず。でさっきよりは戦力差そんなに離れてないから3万、うん、では見せてくれユニコーン。こいつは久々に、矢沢さんお願いします、お父さんお願いします。あでも若干負けてる、あでも盛り返す、上等じゃないの、いい感じいい感じに盛り返せたけど、あでもあダメだ、戦力差重要だな。俺はNTD どう、 NTD どうですか。あ今回ナイチンだ、惜しかった、惜しかったね。くー惜しかった、
うん、で今回ナイチンがトップスコアラーでしたね。うん、でもユニコーンはだいたいさっきと同じぐらい3万、うん、で今回はもう一人のユニコーンもまあまあ今回ナイチン、あ、相手のナイチンすごいな、7万2倍か、相手すごい、サンダーボルトも出してる。サンダーボルトもやればやっぱりできるんだね、あのパーセンテージが高いから、うん、攻撃力が低くても。リゼルとか SR 機体、ジムも重要なのか、回復機体が。こっち回復はね、ゼフィランサスしかね、自分自身を回復しかいないので、まあ、勉強になりますね。はい、くそー、一応順位は上がってます軽く。はい、では強い相手を求めてあと3戦やっていきましょう。戦力上の相手に1回でも勝ちたいな。あ、いい勝負、いい勝負、これいい勝負。はい、行きましょう。もうこの編成で行こう。ね、ほとんど同じですね、500しか違わない。さあ、いい勝負期待できます。有利を取っていきましょう。なので、あ、そうか、まず確認するか。はい、で大体緑、まあ松永よりも V かな。んで他に有利取れる、取ってるか、うん、あとはどうするか。ゼフィはここですね、ここかユニコーンとこか。これでいきましょうか。はい、うん、はい、いきます。連邦どもめ、さあどうでしょう。あ、今回もナイチンだ。あ、おユニ、なんか結構すごい、お、入れ替わってる。あ、今回いけそう、今回いけるぞ。今回 NTD そうでもないか。はい、勝利できました。同じぐらいの戦力なら大丈夫。お、なんか股間が光ってた。はい、ふう、勝てた。はい、やっぱナイチン強いな。うん、ナイチン強い。ああ、一応2番目に NTD 入ってますね。はい、ナイチン、 NTD、 そしてもう一体のユニコーン、これが基本的に火力出せる。ゼフィ、ああ、宇宙か、宇宙だからか。はいはい、はい、では残り2戦、強い相手を求めて。よし、あー無理90万無理、あー90万無理、70万、80万と戦いたいね。お、来た、81万は多分勝てる。85万、行きましょう。はい、緑多いか、赤属性、まあいい、行きましょう。さてさてさて、おお、振りが多い。こうか。はい、そしてNTD ここか。ナイチンに並べる。うん、これかな。はい、これでいきたいと思います。戦力差15000、ついに勝てるか、戦力上の相手に。いきましょう。
ヨナバシタ、行きます。ヨナ頼む、鳥になってくれお、いけそう。よっしゃ、こいつ初めて、初めて戦力が上の相手に勝てそうだ。ナイチンか、またナイチンが勝った。NTD3 番目ですね。おお、ちょっと危なかったね最後。うん、よかった。はい、こんなことしている場合じゃないんだ。というわけで勝てました。戦力1万5000上の相手にこれぐらいの差だったらいけるんだね。ギリギリだったけど。ナイチンすごい、4万、相手のナイチンすごいな。うん、今回 NTD 初めて3番手でしたね。2番手に入れなかった。はい、ということであと1戦やっていきましょう。さあ、もうちょっと強い相手、もうちょっと強い戦力の相手。70万、82万なら勝てる、83万も勝てる、86万ぐらいになるかな。おお、87万、87万、ソロモンの悪夢。もう一回行ってみるか、今日のラスト。はい、では行きましょう。4万、3万5000、4万、これはこの差はでかいかな、有利取っても。どうしようかな。まあでも相手ハイフガンダムいるから、リガジーに NTD、 ナイチンはガンダムを、ガンダムに。はい、こうだね。ん、なんか重なってる。ああ、なるほど、そうか。そうか。あ、どうしよう。ユニコーンにユニコーン。マーク2どうしようかな。マーク2。マーク2ユニコーン勝てるか？やられそうだな。いや、なんかマーク2が、このやっぱり6体の中だと一番、穴なんですよね。好きだから入れてるけど。ああ、どうしよう。まあいいか。ナイチンが隣にいるし、これで最終戦やっていきましょうか。では、行きましょう。さあお願い、勝ってくれ。ヤザンの力で、ヤザンさん、宝珠さんの力で。お、いい勝負。お、押してるぞ。いける。またナイチンがトップ。いけそう、頑張れ。あと2隻、逆転なければ。こいついける。よっしゃ、前に出るから。やったやった。87万、4万上の相手にもいけました。戦争なんだ。かっこいい。やった、よかった。最終戦いい感じに終われて。はい、というわけで、ナイチンがやっぱりトップですね。うん、でも NTD2 位、まあ、基本的にナイチンだけど、たまに NTD が一番って感じかね。うん、というわけで、はい、こんな感じの NTD アリーナ特集でございました。まあかなり DPS 出すことができてましたね。まあ基本的に有利は取っていたんですけど、いや、この感じならいいですね、 NTD。 うん、さすが超火力特化型の機体なのかなと、通常機体ですけども。
ね、それはね、限定機体ですから、ナイチンは。で、そのナイチンと遜色のない DPS を出せるということで、うん、まだまだね、これは育成しがいがあるかなと。はい。いや、使ってて、ね、楽しいね。かっこいいから。そう。はい。というわけで、とりあえず、NTD アリーナ試運転、動画、これで終わりたいと思います。まだね、これからカスタム6とかカスタム7に仕上げていって、ね、より強い可能性の獣にね、していきたいと思います。まあ、またね、NTD 特集出していきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。次はバトルラッシュでもやろうかな。うん、はい、てなわけで、ね、途中想定外の事態が起こってしまいましたが、ね、全勝の夢が、ね、儚くも砕け散ったというか、ね、まあ、全勝はまたいつでもできると思うのでね、戦力の低い相手を選んでいけば、で途中から下克上アリーナとなりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、楽しんでいただけたなら何よりでございます。はい、では、はい、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。